皆さんこんにちは。クリエイティブジュニアテニスアカデミーの一藤木良平です。今回はフォアハンドのスライスについて少し解説していきたいと思います。よろしくお願いします。一般の方で例えばシニアのプレイヤーとか、大人の方のプレイヤーの場合はフォアのスライスって結構多用する状況って多いと思うんですが、ジュニアだったりプレイヤーの中だと、フォアのスライスってこうあまりメリットがないんじゃないかっていう部分が、言われてて、あまりこう使われないっていうか、コーチもそこスライスしないでちゃんと足使ってフォアで打ちなさいっていうのが基本一般的だと思うんですが、僕もやっぱり、ジュニアの選手だったり、そうですね、プロのプレイヤー、プロのプレイヤーはまた別としても、ジュニアに指導する時も、極力フォアで打てる範囲はちゃんとフォアで打ちなさいっていうのが、多分メインで、スライスは、ほどほどにしなさいっていう部分もある、そういう、考えも頭の中にはあるんですけど、でもやっぱり、一つ、自分で思うのはやっぱりその何事においてもやっぱその突き抜けると価値がそこに出てくるっていうのが多分あると思ってて、でフォアハンドのスライスは確かに、積極的に使ってってメリットがあるのかっていうところでは、中途半端なスライスだとメリットはないと思いますね、あんまり。正直だったら別に普通にフォアで打った方がいいし、やっぱりスライスすることによってこうやっぱりなんていうんですかね、ボールがやっぱり弱くなっちゃって、あんまりこういいメリットがないんじゃないかっていうのはすごくとっても分かるっていうか、僕もそう思うんですけど、でも一定以上まで技術高めて、僕は結構フォアスライスが好きなんで、昔からやってるんですけど、やっぱりそのある一定以上の領域を超えるとやっぱ効果的になるっていうか、戦略的にはこれ使えるじゃんっていう風なスライスになってくるとなってくるんで、できない技術はない方がいいし、できる技術に関しては、全てにおいて、やっぱり高い領域で、できることが大事だと思うんで、フォアのスライス、振られたところをフォアでのスライスで返すっていうのはそれも結構一般的っていうか、誰でもプロでもやってるし、ジュニアでもやってるし、皆さん使われると思うんですけど、そういう場面だけじゃなくて戦略的に、フォアのスライスを使っていくっていう、でもそのためにはやっぱりフォアのスライスの技術が相当高くないとあまり効果をなさないっていう部分があると思うんですけど、ジュニアの子たちにも、一般の方たちにも、何かこう意味があるような、動画にできるように、ちょっと、今日はフォアのスライスを、ちょっと説明していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは実際に今から実演しながら少し説明していきたいと思うのですがそうですね、まず、フォアのスライスを使うにあたって、大事な基本としては、まずバックのスライスとそれは一緒なんですけど、まず低く打てることがまず1個大事ですね。で低く打っていった先でどう滑らしていくのか、その縦に滑らしていくのか、フォアのスライスの場合だと僕が結構多用するのはシュート回転系、こっちボールがこっちに反れるように少しこうシュート系の回転をかけるっていう、ストレートに流すときですね。ストレートに流すときにはそういう、でもやっぱりそういう、一癖つけてあげないとあんまり効果的にならないんで、やっぱり自分でその一つ癖をつけて、ボールに癖をつけてあげれるようにすることがフォアのスライスを有効的に使うために、一個大事なことで、で以前ちょっと、ドロップショットの動画、でもちょっと説明したと思うんですけど、ドロップショットフォアハンド強打しますよって、もうその事前にドロップショットを打ってる段階ですね。事前にドロップショットを打ってて、フォアハンド打ちますよっていう状態が、この体勢からドロップするよねっていう印象を相手につけておいて、フォアハンド打ちますよ、ドロップショット打ちますよ、いやそうじゃなくてスライスですっていう、その裏を書くショットとか、それもやっぱりスライスが、フォアのスライスがうまいと、よりうまく使えるので、そこら辺も含めてまたちょっと説明していきたいと思います。まずはちょっと、スライス打ってみます。実際にお願いします。低いの
低く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 、やっぱりある程度特化したボールじゃないとあまり効果をなさないですね。中途半端なスライス、なんかこういうのとか打っちゃうとただ返球しただけになっちゃうんで、少し癖つけてあげる、こういう風に少しシュート回転かけてあげたりとか、こう縦にちょっと強打めにフラット面当ててあげたりとか、こういうのとか曲がるように、でさっき言ったドロップからスライスですっていうのはこういうことですね。この構えからドロップショットしますよからスライスを打っていく、これも効果的です。から本当にドロップショットもあるし、低めお願いします、できる限り低く返せるとこれは効果的です。こう曲げていく、あと少し振られたところ、そこのサイドいいですか、斜め前で、はい、こういうところをこう返せるとリーチが長いっていうのと、いいボールが打てればその分リカバリーも早く相手に攻撃されずに効果的にスライスを使うことが、こういうところ今みたいなスライスがあるからこそのこういうドロップショット、角ついたりとかっていうのもありますね。あと3本ぐらいスライスお願いします。こういうギリギリの時はちょっと最後手首で一癖つけてあげるっていうのは絶対ポイントです。こういう時少し癖つけてあげたい風にこうギリギリ取っても最後こういう風に打ったり、少し外に逃がしてってあげたりとか、やっぱりまあ何度も言うんですけど、特化させることが大事です。一つ癖を必ずつけること、ただスライスしちゃうと本当に良くないんで、ホームのスライスは必ず一癖二癖、あのバックよりもバックのスライスよりもフォアのスライスの方がより考え方によって自由は効くんで、だからその分バックのスライスでそこまで無理に回転をかけれないなっていうのを、フォアのスライスだったらそれができるんで、ここでも一番難しいところでもありますね。こういう感じですね。今のはすごくうまくできました。ああいうあれぐらいのクオリティを出せればフォアのスライスは意味あると思います。打つ意味が絶対的にあると思います。ラストで、まあこれぐらいのボールだったらフォアでも打てるよねっていう部分あるんですけど、ギリギリのこういうのとかこういう質を出せれば、フォアのスライスをする意義があると思いますね。はい、では、今日は、フォアのスライスを、皆さんに、ご紹介させていただいたのですが、人それぞれ考え方はあって、当然、フォアのスライスを使わない方がいいんじゃないかっていう意見 も途中、まあ、あの当然あるんですが、あえてやっぱり、特化させて突き抜けさせれば、フォアのスライスも使っていくメリットっていうのはあるっていうことが、まず1個と、何回も繰り返し言ってますけど、バックのスライスに比べてフォアのスライスっていうのはより自由が利くので、バックのスライスにはないような、フォアのスライスでしかできないような、ショットっていうのが、できると思うので、ぜひ、皆さんも参考にしてトライしてみていただけたら嬉しいです。それではありがとうございました。